ワンワールドワイドプラザはニューヨークシマンハッタンにある超高層ビルである。ワールドワイドプラザとは商業、居住用の3つのビルの複合施設で8番街から9番街と49丁目から50丁目の通りに囲まれた全ブロックを占めている。この複合施設は1989年に完成した。ワンワールドワイドプラザは商業用オフィスビルで 8番街に面している。ーワールドワイドプラザは居住用コンドミニアムでブロックの中央に位置している。スリーワールドワイドプラザは低層の居住用コンドミニアムで9番街に面しており、通りに面した1階にはショップが入っている。スキットモア・オーイングズ・アンド・メリルはオフィスコンプレックスの設計を担当し、フランク・ウィリアムズは居住コンプレックスの設計を担当した。 ワンワールドワイドプラザの場所には、かつて三代目のマディソンスクエアガーデンが所在していた。地下は50丁目駅となっている。設計は、スキットモア・オーウィングズメリルの EN ・デビッド・チャイルズで、開発は EN ・ウィリアム・ゼッキンドーフ・ジュニアによる。ワンワールドワイドプラザは、50階建ての高さ778フィート、床面積1.5ミリオンスクエアフィートの、 超高層ビルである。このビルには3つのエントランスがあり、それぞれビル内の異なる区画へと通じている。建物の基礎部分は加工岩とプレキャストコンクリートでできており、ファサードはレンガでできている。ビルの頂上部は銅の屋根とガラスのピラミッドになっており、設計者の名前からデビットのダイヤモンドと呼ばれている。ワンワールドワイドプラザとツーワールドワイドプラザの間は、 公共の広場となっており、40本以上の木と数々の植物が植えられている。中央にはシドニーサイモン製作の四季という噴水がある。モリー・アッカーマン製作の四つの女性像はそれぞれ四季を表しており、地球を掲げている。他にもカフェと誰でも利用可能な椅子が設置されている。広場の地下は元は映画館だったが、現在は EN。 ニューワールドステージズとして知られる5つのオフブロードウェイ劇場が入っている。ありがとうございます。